様は朝倉よ、我々に何か用かね。フェイレンには治癒能力があると聞いてきたんだ。呼び捨て禁止で、そのことが真実だったとして何が言いたいのかね。助けてほしい。オイラの友達が事故に遭ってた。今かなりヤバい状態なんよ。なるほど、それでメイデン様に助けを求めに来たというわけだ。ところで朝倉よ、君はあのハオと兄弟だそうだな。だが今はそんな話をしに来たんじゃ。すまないが、我々には貴様もその友達とやらも助ける理由がない。ましてや貴様が我らが敵ハオの兄弟とあってはな。騒がしいですね。どうかしましたか？メイデン様、ミラーかわいい。頼む、レンの怪我を治しちゃもらえねえか。朝倉よ。なるほど、そういうことですか。だが朝倉よ、何時は我らの行く手を遮るものではないですか。確かにな、シャーマンファイトに出場する以上、組み合わせによっちゃいずれ戦わなきゃいけねえ。何時の気持ちはわかります。しかし何時は私たちの宿敵であるハオの兄弟、何時の願いを聞き入れるわけにはいきません。なんだよそりゃ。じゃあレンを見殺しにするっていうのか。そのような態度を取る限り間違っても協力はできん。頼む、無茶を言ってるのは分かっている。だけどオイラたちには他に方法はないんよ。しつこい男だな君も。何度言おうと、何時の仲間を思いやる気持ちよく分かりました。マルコ、私は助けても良いと思います。メイデン、おっしゃられるな。ですが彼はあのハオの塊、このまま放っておいては何をしでかすか分かりません。もちろんです。ですから彼には条件を飲んでもらいます。なるほど、さすがはメイデン様。条件？まあしょうがねえか。でなんだ条件ってのは。早くしねえとレンが死んじまうだろ。聞け朝倉よ、貴様の覇王の片割れとしての力、我々としては放っておくわけにはいかん。貴様は必ず我々の障害となるだろう。しかるに我々の出す条件は一つだ。シャーマンファイトを辞退しろ。何？ああ、わかった。君らはいいのかね。俺は旦那についていくだけだぜ。わかりました。何時らの望み聞き届けましょう。レン君の怪我がみるみる治っていく。ああ、治ったかレン。坊ちゃま、レン、気がついたかい。心配かけさせんなよレン。感謝するんだなタオレン。メイデン様にありがたくも治癒していただいたのだ。余計なこと。おや、君はおかしなことを。状況が分かっていないのかね。俺は助けをこうた覚えはない。何？むしろ迷惑だ。なしにならん。行きましょうメイデン様。朝倉よ、約束は守ってもらうぞ。すまんかったなレン、勝手な真似して。まったくだ。助けた貴様は気分がいいだろうが、俺に
してみればまた一つ負い目が増えただけだ。でも死んだらその負い目すら返せねえ。でも本当よかった。可愛かったな、メイデンちゃん。天の全開祝いに俺が全開ギャグを。ささ、レン殿が無事なことを皆に知らせに戻りましょうぞ。そうだな。シェイシェイ、よう。ことか説明して。アンナ殿、これにはいろいろと事情が。アンナさん、ヨウ君はレン君を助けてもらうためにシャーマンファイトを辞退したんだ。仕方なかったんだよ。確かに、あんたならレンを見捨てるはずがないとは思うわ。で、私の立場はどうなるの、ヨウ。幻の左！アンナさん、許してあげてよ。メイデンちゃん可愛かったな。そうだぜ、レンが死ぬかヨウが辞退するかって選択だったんだ。いい笑い者ね。私はシャーマンキングの妻になる女よ。すまん。謝りなさい。すまん。いいわ、私に黙って勝手に辞めようとしたことは許してあげる。レンも助かったことだし。アンナ？ただし、次の X ローズ戦までに事態を取り消してきなさい。でも、約束だから。わかったよ。行ってくる。